株式会社バイク王カンパニーは、オートバイ買取、販売店、バイク王を全国展開する日本の企業である。バイクの買取、販売以外にのメンテナンス業、パーツ、用品販売そしてレンタルサービス業などを手掛けている。合わせて、バイクライフの情報発信にも取り組んでいる。また、2006年3月から駐車場機器、 製造販売会社のカーテック株式会社との合弁会社として駐車場事業を営む株式会社パーク王を新たに設立しパーク王として営業を開始したが2012年3月に吸収合併した2017年11月には会社分割により新設会社のパーク王株式会社を設立し駐車場関連事業を承継させた上で新設会社の 全株式を名鉄協商株式会社に譲渡している。バイク王東大阪店2011年1月3日、買取価格を比較する2つのインターネット上の価格比較サイトにおいて、実際にはバイク王のみが買取価格を提示しているにもかかわらず、全部で6つの業者が買取価格を競争しているかのように装っていたことが発覚した。サイトは2つあった。 これらのサイトは、静岡県三島市と東京と千代田区の会社がそれぞれ経営していたが、2010年11月に朝日新聞からの問い合わせがあった後に閉鎖されている。サイトの仕組みは、ネット顧客が住所や氏名などをサイトに入力すると、複数の買取業者を選んで価格査定を依頼される。その後、各業者から査定価格が客に連絡され、 客は高値をつけた業者を自由に選んで売却できるものであったが、参加している6業者は、バイク王以外の5業者もすべて同社が運営し、各業者の事務所は同社内にある自作自演であった。サイト運営者側は、査定業者が同じだったとは知らなかったと弁明しており、愛経者は広告サイトという認識だったが、チェック体制が不十分だったと言い訳している。消費者庁は、 景品表示法に抵触する可能性があるとしている。また、同社では、その後再発防止対策として、コンプライアンスに対するチェック機能の強化を目的に、ホームコンプライアンス室を新設し、コンプライアンスの徹底を図るとのことを発表されている。さらに、広告宣伝活動においては、ユーザー目線に立脚した広告宣伝活動を最優先に実施することも、 同時にリリースされた。ありがとうございます。